本日はスパイスなしで簡単に作れるだしカレーと、一緒に食べると美味しさ倍増する即席おかず。カレーを作り始める前に、お供に欠かせないピクルスを作ろう。さっぱり味のピクルスは、こってり味のカレーの箸休めに最適。一度ピクルスを挟むことで、カレーがさらに美味しく感じられる。食べづらい生野菜も、千切りや薄切り、ちょうどいいサイズに切ってからピクルス漬け。今日はキャベツなど5種類、異なる食感の野菜を楽しもう。玉ねぎは、カレー具材としてだけでなく、ピクルスにして上から乗っけるのもいい。今日は旬の新玉ねぎ。甘くてみずみずしい。普通の玉ねぎより日持ちしないから、保存の効くピクルスが最適。そして色鮮やかな野菜たちは、茶色メインのカレーに花を添えてくれる。人参も食べやすさ重視、千切りにしよう。スライサー使って、ふわふわな仕上がりに。これは食感、味変アイテムとしてもいい仕事してくれそう。きゅうりは安定の美味しさで、年中ピクルスに浸っててほしい。ピーラーで縞模様にしたら、見栄え良くて味染み込みやすい。野菜の準備完了。今日はいつもより食べなじみのあるピクルス液を作りたい。お漬物や福神漬けくらい身近で、白ご飯やだしカレーともすっと合っちゃう和風テイストにしよう。ピクルスに求めるのは、カレーの旨味を引き立ててくれるまろやかな酸味。そのままのお酢だとちょっと野生的な酸味で、毎回鼻のあたりをツンと刺激してくる。そこで味の調教師、本だしを入れてみる。トゲトゲしてたお酢の角がポロリポロリと取れて、あっという間に丸くなってくれる。ローリエと鷹の爪も飾りみたいだけど実用ものなのだ。ピクルスは一度熱しよう。レンジでラフにね。この間に野菜をスタンバイ。保存できる袋や容器が役に立つ。外から野菜の様子が見れるとなおよし。同じピクルス液につけても浸かる具材が違えば、その分だけ美味しさ倍増。か弱いゆで卵は野菜のクッションで守ってあげるように入れよう。熱いうちに注ぐと効率よく具材に味が馴染んでいく。素材に味をつけるとともに、その素材自体の味も引き出していく。しっかり出汁が効いた和風液が具材たちのポテンシャルを存分に引き出してくれるでしょう。仕上げに相性抜群な和風食材をプラス。ちょうどストックしてあった塩昆布と赤じそふりかけ。色合い、香り、味わいの異なる2種類の和風ピクルスが一気に完成。カレーが出来上がった頃にちょうどいい浸かり具合になってる。カレーを食べると不思議とホッとする。いつ何時食べても美味しい。安心感が欲しくてカレーを作る。今日作るのは、そんな味もレシピもアットホームなだしカレー。まずは骨付き鶏。カレーのスープとして溶け込んだ後は具材にもなる。それに家計にも優しいのだ。鶏手羽は先中元、何でも合うけど、手羽中の存在感がちょうどいい。具材としてちょっと垢抜けてもらうために、ヨーグルトとカレー粉で簡単マリネ。袋の中で揉み込む。お肉にしっかり味がついて、加熱しても身が柔らかい。これ焼いたらタンドリーチキンになりそう。今日作るのは、じっくりコトコト煮込むカレーではなく、さっと炒め煮カレーとなります。まずは多めのオリーブオイルでみじん切り玉ねぎを炒める。お塩を振って脱水を促進。強めの火で水分を飛ばそう。カレーのパンチはニンニクや生姜からも。生をすりおろすかチューブのもので。煮込む前にここでちゃんと炒めて旨味を凝縮。スパイスが事前に調合された市販のカレー粉、これをしっかりかき混ぜて、カレーの元なるものが出来上がった。いざ、漬け込んでおいた鶏手羽を入れる。
マリネ液ももちろんカレーの材料。ヨーグルトのまろやかな酸味がスパイスの辛さを和らげる。お水で伸ばしてさっとにしていこう。あとカレーとしての奥行きをどう出そうか。今日は本出しにその重要パートを担ってもらおう。さっと入れるだけで平面だった味たちがスンと立ち上がって立体的になる。鍋を一煮立ちさせて5分ほど煮込めばもう出来上がり。これが鶏手羽出汁カレー。スパイスと出汁の香りが手を取り合って部屋を充満させておる。そして私に残されたミッションはカレーが熱々のうちに盛り付けるだ。器の白がカレー色に染まっていく。360度カレーの海に囲まれた離れ小島ライス。卵もシソで赤紫色に染まって和風美人に。しっかり使ってくれたようだ。カレー用ピクルスたちでおめかし、一緒に混ぜ合わせるごとに味に複雑さが出てお口が楽しい。この統一感のない混沌とした感じがカレープレートらしいんだ。思いのまま食べ進めるぞ。中央のカレーが染み込んでる部分を、スパイスのピリッとした刺激の後に真摯な出汁が緊張を解きほぐしてくれる。ほろほろ柔らかに仕上がってくれた鶏手羽、カレーに溶け込みつつそれ単体でも立派に自立してる。出汁カレーと交互に楽しむ和風ピクルス。ピクルスのはずなのに毎日食べてるような親近感。これはカレーと合わせておかわり必須。もりもりそびえ立ってたライスの崖が食欲高ぶるカレーの波に打ち付けられてどんどんすり減っていく。出汁カレー開拓は続く。付け合わせが美味しいとカレーの美味しさも倍増することが分かったから、今日もとっておきの即席副菜を作ろう。出汁カレーにぜひとも添えたい和風ポテトサラダ。皮をむいたじゃがいもは小さめに切って電子レンジで柔らかく。その間にカレーの下ごしらえといっても、切るのは玉ねぎのみ。みじん切りにしておこう。カレーに添えるなら、ずっしりよりサワークリームのような軽やかなポテサラが合いそう。こってりマヨネーズは抜きにして、クリームチーズとヨーグルトでいつもより爽やかになる。隠し味に本だし、さっと一入れて京都のおばんざい屋さんに出てきそうな出汁が効いたポテサラに。マッシュしながら和える。白の無地、差し色になんか欲しいな。大葉を刻んで香りを楽しもう。出汁カレーは薬味野菜ともよく合う。このカレー派生で副菜考えるの結構楽しい。新鮮なうちが一番美味しいから、冷めたら常温のままいただきます。前回の出汁カレーと同じくカレーの素を完成させよう。クミンシードを炒めてから作るのもいいし、カレー粉にガラムマサラやチリペッパーをプラスするのもいい。次作るときはもうちょっと応用してみようかな。野菜を水分飛ぶまで炒めてカレーと合わせる。同じ工程だからここまで数日分作り置いておくのもいいかも。出汁カレーを堪能し尽くすならキーマも試しておかないと。前回の鶏肉に代わり今日は豚ひき肉にしてみた。カレー粉以外にもピリ辛調味料豆板醤、コクと甘みのオイスターソースも。カレーにエキゾティックさが増す隠し味。相性いいひじきとそぼろ肉。カレーの中でも素敵なチームワークを期待。小松菜も飛び込み参加。しんなりすること見越してたっぷり入れよう。本出汁と和風食材を生かして和惣菜のような落ち着くカレーに。小松菜がしんなりしてきた頃には
出来上がります。サラサラ鶏手羽カレーに対してボロボロそぼろのキーマカレー、ご飯にしっかり絡みついてきて、噛むとじゅわっと肉汁はじける。予約にはこの前作った和風ピクルス、今度は十分つけられて本領発揮してくれそう。余ったピクルスは他にもお肉やお米と炒めたり、刻んでソースにしたり、アレンジ無限大。溶けないアイスクリームではなくポテサラを配置。ご飯と同じ炭水化物だけど、こっちは副菜に徹してる。よく考えたらやばい。そぼろ肉ってだけでもご飯進むのに、だしカレー味が一層マッチ度引き上げてる。端っこにちょこんと座ったポテサラ、年々敬意が増す。食べなくてもわかるよ、クリーミーなこと。さっぱりまろやかなポテトからお出汁がじんわり染み出してる。カレーにポテサラにピクルス、出汁という共通の隠し味が全ての具材たちを一つにまとめ上げてくれる。胃袋をほっこりつかまれてしまった。ガツンスパイシーときて、最後は芯からほっとするような後味。また帰ってきたい、アットホームな出汁カレーだった。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録も